フライングタイガー・コペンハーゲンとは、デンマークのゼブラが運営する雑貨店である。各国で店名が異なっていたが、2016年6月、全世界でフライングタイガー・コペンハーゲンの名称へ統一された。デンマークを中心に、ヨーロッパ16カ国及び、日本などの29の国と地域で984店舗を展開するチェーンストアである。雑貨の他家庭用品。 文房具、食品などを扱う。1995年に、デンマークコペンハーゲンにて開業。デンマーク語のタイガーが、ティアーと発音され、10クローネを意味する、ティアーに類似していることから、10クローネストアとして認識されるようになった。上記のエピソードから、日本のメディアでは、北欧の100円ショップと紹介されることがある。アジア一号店、解説2011年7月。 日本、大阪府大阪市中央区にて、日本法人ゼブラジャパンが設立される。2012年7月、同区西新災橋にて、タイガーのアジア1号店、タイガーコペンハーゲンアメリカ村店を出店した。日本には、同名の会社が存在するため、同国内では、タイガーコペンハーゲンのブランド名で展開する。オープン当日、11時の開店時にすでに約400人の、 行列ができる盛り上がりを見せた。ところがオープン3日目も客足が落ちることはなく、在庫が枯渇してしまったため4日目からの臨時休業を余儀なくされる。7月26日から2階部分を閉鎖し1階の一部のみで営業を再開したが、中国、上海市に置いていたアジア向けの物流拠点に用意していた3ヶ月分の在庫が3週間でなくなってしまい、 8月18日、再び長期休業に突入する事態となってしまった。2度目の営業再開後にインタビューに答えた、クラウス・ファルシグ社長は、これを、不本意で残念なスタートだったと認めており、この失敗の原因を、基本的に宣伝広告を打たない、経営方針であるほか、ヨーロッパでは、オープン日に行列ができるということは、まずなく、一瞬で、 当初の売り上げの3倍以上を記録したこの結果を全く予想できなかったこととしている。東京進出2013年7月、サザビーリーグがゼブラジャパンの発行済み株式の50%を取得し、ゼブラジャパンはゼブラとサザビーリーグの合弁企業となった。同年8月、日本法人を東京都へ移転。同年10月2日、 東京都渋谷区神宮前にアジア2号店フライングタイガーコペンハーゲン表参道ストアを出店した。東京進出に伴い日本国内でのブランド名をフライングタイガーコペンハーゲンに変更。影響タイガーの成功を受けて2013年スウェーデンのラガハウス、デンマークのソストレーネグレーネなど北欧初の低価格雑貨店が日本進出した。 2014年3月14日、千葉県船橋市の三井ショッピングパーク、ララポート東京米内に出店した。同年4月にクズハモール内、同年5月にアクアシティオダイバ内に出店した。2015年4月2日には、大阪、梅田のクア1 1 0に、同月6日には、埼玉県富士見市にあるララポート富士見会にオープンした。2019年4月19日、 愛知県東浦町にあるイオンモール東浦1階にオープンした。路面店としての新規出店と閉店京都、河原町ストア2014年11月に京都、バルアネックス2015年6月12日には福岡に路面店がオープンした。同年7月10日には名古屋に路面店がオープンした。期間店の吉祥寺店が売り上げ不振のため1月16日に 閉店した、グローバル日本、ありがとうございます。